お前には可能性がある。そのために生まれてきたのさ。私が親父とおふくろに言われた言葉だ。まさにそれがその通りだったのさ。私の名はアンドリュー・ライアン。君たちに一つ質問をしよう。人には自ら汗を流し、そこから得るものを受け取る資格があると思うかということだ。ワシントンではそれは貧しい者にあるといい、バチカンでは神のものだという、モスクワでは全ての人間にあるというようだ。私はその全ての答えを受け入れはしなかった。私の選択する答えはそのような答えではない。誰もが思いもよらぬだろう答え、それこそがラッチュ。芸術家たちが検閲を恐れず、科学者たちが倫理観に縛られることもなく、
大いなる者が愚かな者たちに拘束されない場所。ラプシャーは君が額に汗を流し努力するものであるなら喜んで受け入れるだろう。逃げるな！まだ始まったばかりじゃないか！
ていいことやってぶっ飛んでんじゃねえか。まだアダムがあったりしてな。今の聞いたか、ゼラカローデ。臆病野郎め、この根性なしや。こいつはビッグダディがいなきゃクズ同然さ。臆病もめ、相変わらずだな。おい、お強いダディと一緒にいたって何も変わらねえぜ。とっととあの世へ行きな。通報すりゃいいさ。いい加減にしろよ。おう、ようやくこれからだか。
ライアンに伝えてくれ。友達が欲しがってだけなんだ。頼むよ、誰かと話したいんだ。また一人ぼっちの年越しね。
私は外だし、あなたはヘファエストスで仕事中私の気持ちわかる？またこうして一人で飲むのよ。ラプチャーで最もバカな女、ダイアン・マクリートックに乾杯ってね。アンドリュー・ライアンなんかと恋に落ちるほどバカな女だね。血が出てる。何？どうなっているの？リトルシスターだ。誰かがただの少女を怪物に変えてしまったんだ。地上での善悪は捨てろ。ラプチャーでは意味がないものだ。そのリトルシスターなんだが、アダムを持っている。アダムとはラ